内村する我々としては基本のバンド名は何だったっけ放課後ティータイムビアタイム大社後ビアタイムそれに似てるんだ、うん、なんか音感がいいじゃん大社後ビアタイム、うん、じゃあ名前はこれぐらいでいいとして、うん、じゃあ次衣装決めよう次衣装なんだでも前おっさんバンドって話だからスーツでいいんじゃんみんな衣装スーツだよスーツスーツで何色黒白白みたいなやつノープランみたいなやつ、うん、いいんじゃないノープランだよバンドにノーパンノーパンはノーパンはね引かれるからやめてくるノープランノープランこれ同じじゃん、うん、ああ完全に同じそうかじゃあイエスプランイエスプランイエスプランじゃあノープランノーフライノーフライノーフライセーフで洗剤屋洗剤屋めっちゃ怒られるそこまで行くってこと洗剤屋ってことそれあの夢はでっかくになっちゃったけど大丈夫夢はでっかく危ないが近いですよねすごい喧嘩売ってるね絶対そこまで到達しないよ拓也兄弟洗剤タクヤ心理教とかにしようぜ。思ったよ、宗教なんだよ、大丈夫。俺、純粋にあの隣に書いてある、ウンタンが気になっちゃうもん。消さないんだよ。ウンタンっていうか、ウニっていう。ウンタン、ウンタンにする。うん。それストレートに面白いとこよ。ウンタン屋。あ、ウンタン屋。やらつけるな。あ、やらつけるな。ウンタン屋。全然に、かんかやらない感じで書こうよ。こういうこと言うことですか。運転屋いいな運転屋いいなどう見てもウニ屋ウニ屋って聞いたことないけどはいウニ屋ウニ屋の人がなるいいねだってあの表記はウニ屋って書いてあるわけでしょ、うん、そうですでどうも運転屋ですって言うんでしょあのバンドのなんかロゴとかそういうのを作るとかっこいいよねウニあの君がトゲトゲなのよ引けねえよないよあのさ、よくさ、菊はウニっていうお祭りとかで言ってるなんかゴムに出てできたウニあるじゃん あれ投げつけるとかねあ、いいね投げつけるって客席投げ込むプリプリしやすい菊がウニきついわどこでも引けるよ、うん、でもちょっと締めていくちょっと熱くなるすぐ折れそう指から血が出るひどいなこうなってくるとどうしたらいいですかそうねウンタン屋ウンタン屋ウニ屋なんか制服でも着るじゃんああじゃあ運転だったらやっぱりあれみんな割烹着でしょ割烹着だって運転じゃん魚屋さんみたいな前掛け前掛けか新しい分野前掛けがかっこいいゴムの前掛けでしょあゴム長靴なんだよきついきついや準備が大丈夫終わった後蒸れるんだぜやだな足汁がでもなんかこう普通にこけそうなんですアンコールが使ったらみんな脱いでさ私服で登場みたいな T シャツとね運転やめるかじゃあちょっと格好的に厳しい
何音楽性音楽性曲どんなの選ぶ曲を決めないとまず難しい練習ができないまず難しいでやめようよそっからはいグレーグレーグレイ失礼グレイおなかかよなんかボルダーとか受けたらアキポに戻せるのお前は西海岸のハウスがやりたいもうすぐアキポに歌ってもらえばいいじゃないあ、アキポギターできるの西海岸ハウス西海岸ギターできるのなんか静かに曲やりたい静かに曲バラードバラード慶応の曲はやらなくても慶応ああ、それやらない慶応やろうそれやるけどやんないとまずいんじゃんもうすでにね慶応って入った時点で簡単なのがないんだよね翼をくださいからあーあー、それいいからあれにしようか翼をください弱気博士が歌うと思うと何でも言えるなるほどくっそお前ボーカルの問題があるよねボーカルの問題があるよだって慶応やるのに博士歌うからね毎回1回ボーカルを招いてあ、そうですね博士がボーカルってことになってんだけど毎回1曲も歌わない歌わないっていうボーカル博士とか言った博士ボーカルだったらヘルメンスライズになっちゃうあれでもだってワンちゃんあれ編集できるあれできるよじゃあヘルメンスライズヘルメンスライズが一番近そうですねでやるやかうろつきね、月に1回ライブするのに1曲を覚えるっていうね、しなきゃいけないから曲が増えていくんだそうそうで、今月はダメでしたって謝るっていうねレースなしとかレースなしスタートに4曲できるようになっとかないと、うん、あの、月に1曲はやんないと4曲じゃ、4曲の皆さんがね練習が間に合わなかった人は、成長で貯金するのドアだこれはドアだなんていうの、小学生のさ、罰ゲームみたいな先生、それなんか引っ込めばいいのに翼をください、フレームナイスライスいいっすねもうなんかコミックバンドちょっとどうしちゃったなんかちょっと真面目な曲やろうよちょっとコミックバンドにかないでさコミックバンドでもなんか1個くらい大変な曲いかないとさそれはね、間違いだよみんなに言われちゃうよお前ら練習する気すらないのかっていうそのコミックバンドだって言われちゃうから志は低い志は低くやる気のあるもんはされでも比較的受けるレベルが上がると卒業かもでも比較的受けるっていうのみたいな卒業生最終的にあのアルバのバックバンドを超えるっていうバックバンドを超えるんだメインじゃねえんだバックバンドアルバのバックバンドっているのわかんないアームさんしかいないよねあとあの毎回ライブのためにあの解散一旦ね一旦解散バンド名が変わるそうそうそうああ、それはね必ず音楽性でぶつかるそう毎回音楽性でなんかそのさ、なんかアメリカのプロレスみたいなのなんか次第が決まっててこう NWO と思ってそうそうそう崖で計画っていうこうめんどくさいやねこれ都度解散する